綾川のしだれ桜、きっと見頃だったでしょうね。私も一緒に見たかったです。私も日向とあの桜を見たかったが、その見られたのはたまたまというか。それは分かっています。でも、それでも。あら珍しい、どうったの、夫婦喧嘩？あらあら、まあまあ、夫婦だなんて。いや、これは喧嘩というか。綾川のしだれ桜、私も若葉ちゃんと見に行きたかったんです。ああ、この間ユーナと東郷と一緒に見たっていう。はい、美しく力強いしだれ桜をバックに若葉ちゃんの写真を。悔しいです。若ちゃん、ひなた、それなら明日お花見に行けばいいんだよ。うんうん、行こうよご先祖様。そうしたいが、さすがに急すぎじゃないかなあ、ひなた。そうですね、やるにしても皆さんの予定や準備も整えないと。お花見ならきっと明日でも大丈夫だよ。楽しそうだもんね、お花見ね、風先輩。そうね、それじゃ明日は勇者部のみんなでお花見と行きますか。わーい、さすが風民先輩、賛成してくれると思ってたよ。私、ワッシーやミノさんたちに教えてくる。ふーさん、よかったんですか？いいのいいの、みんなこういうノリに慣れてると思うし。綾川だっけ？そこに行くのはちょい難しいかもだけど、みんなでお花見を楽しめばいいのよ。桜ものんびりしてるとちっちゃうじゃない。そういうこと。よかったな、ひなた。はい。話は聞いたわ、お花見なんてとってもエクセレント。桜は日の本の国を象徴する花の一つ、みんなで鑑賞し五穀精神を養うのにもうってつけね。難しいことはよくわからないけど、すっごく楽しみだね、くんちゃん。ええ、そろそろ満開だとテレビで言ってたし、いいんじゃないかしら。ほらね、ひなたん、みんなお花見に賛成だったでしょ。ええ、勇者部の団結力を感じます。いろいろと準備しないとよね。こういう時何が必要なの？あ、レジャーシートとかならタマが持ってるぞ。水筒などもいるだろうか。この人数の飲み物となるとかなりの量よ。現地や近場での調達がベターじゃない？飲み物は歌乃ちゃんのアイデアに賛成。でも食べ物はどうしよう。それじゃあお弁当は私が用意するわ、ゆうなちゃん。私もお手伝いします。一人でこの人数分は大変だと思いますから。ありがとうね、すみちゃん。私もやってみたい、教えて、わっしー。私もミノさんと一緒に教えて、わっしー。二人とも料理できないんじゃ。だから教えてほしいんよ。そうね、そのっちたちがやる気ならみんなでやりましょうか。やったー。これは私がしっかりしないと。5人で用意するんじゃ、今回私は楽させてもらいましょうかね。ふう先生、質問。おやつは300円までいいのか？そうね、今回はふう先生の大サービスで1000円までだ。おお、ちょっと確認なんだけど、煮干しはおやつに含まれないわよね。あんた1000円分以上煮干し食べる気？ね、念のための確認よ、確認。まあいいけど、じゃ各自準備に取り掛かって。お弁当係は買い出しと明日の朝調理頼んだわよ。おやっと、卵焼き一丁出来上がり。わあ、ミノさん私より上手だよ。綺麗な形で美味しそう。当たり前だよ、その子さん。どうせ2年間料理ほとんどしてないんでしょ。
そんなんで銀様より上手くなるわけないですよ。ああ、皆さんにはバレバレか。マッシー先輩すごい。焦げ目一つない黄色卵焼き。コツがあるの。練習すればその子ちゃんだってすぐに上手になるわよ。流し込んだ卵が固まる前に素早く巻くだけよ。スミちゃんはコツをつかんでいるみたいね。はい、これくらいは。それより気になることが。何？言ってみて。私が練習して料理がうまくなった場合、東郷さんの腕前にも反映されるのでしょうか。それとも私の未来と今の東郷さんは直接つながっていないのでしょうか。興味深い視点ね。後者の場合、そのっちが園子さんよりも料理上手になるということもありえるわけで。またスミが小難しいことを言い出したぞ。これは答えが出せない問いだよね。そのっちがお料理練習してくれて私も上手くなったらすごくお得。私も練習しないで上手になりたいな。もっと小さい頃の私をここに呼び出して練習させよう。どんどん昔のそのっちを呼び出さないといけないことになるわ。未来はどうあれ、その子ちゃんが今練習したことは必ず何かの役に立つはずよ。わかりました。その時のために私たくさん卵あるね。いや、もう卵焼きはいいから。せっかくやる気になったのに。それじゃあその子ちゃんは次のお料理にやる気を注いでね。あまり難しくないおむすびはどうでしょうか。弁当にお米を使った品は必須だと思いますし。そうね、おむすびにしましょう。こうやってみんなで歩いていくのもなんだか徒歩遠足みたいで楽しいですね。うん、5人が作ってくれたお弁当早く食べたいな。腕によりをかけたので期待していてください。唐揚げはちょっと自信作です。あ、聞いただけでお腹空いてきちゃったよ。ゆうなちゃんとのそのやりとりは私がやりたかったのに。いや、すみちゃんなら自分がやったのと同じようなもんでしょう。違う、それは断じて違うんです。その子さんたちはお料理どうでしたか。すんごく頑張ったんよ。ねえねえ、みなさんたちに教わるのとっても楽しかった。いやいや、その子たちの手つき見ててなんか指切り落とすかと思ってハラハラしたわ。それは見てるだけで怖いかも。心配ご無用、ちゃんと10本あるよ。もしかしたら11本になってるかも。急に増えたら困るでしょうが。でもバーテックスと戦ってた時の傷とか結構すぐ治るから、もしかすると真珠様の力で指の1本や2本ニョキニョキって。どうやらバーテックスの方が生えてきたみたいね。だが花見の最中でなくてよかった。楽しんでるのは邪魔されたくないですからね。だな、バーテックスなんかさっさとやっつけちゃえばいいんだし。大丈夫だと思うけど、みんな気をつけてね。はあ、どうしたんだ風さん、何か心配事でも。いや、お弁当を日向と水戸に任せてきたじゃない。弁当も持ったまま戦うわけにはいかないしな。特に問題ないように思うが、私たちが戻るまでに全部食べきっちゃってないかなって心配で。なぜそんな心配を。お姉ちゃんのせいで若葉さんがポカンとしちゃってるよ。え、そこまでの衝撃なの。食べずに待っていてくれてると思いますよ。そもそも日向さんと水戸さんはお姉ちゃんみたいに食い意地張ってないから。食い意地とかそんな問題じゃないの。だってわからないじゃない、東郷と隅の料理美味しいもの。あ、
ありがとうございます。でもあの弁当を見たらちょっとつまみ食いしたくなるよな。あ、フー先輩、今ので弁当の心配するほど空腹だってことはよーくわかったわ。このわがままなボディが憎い。全然羨ましくないわがままボディね。自慢の女子力が泣いてるわよ。煮干しならあげてもいいわよ。気にしないでカリン、空腹は最高のスパイスよ。早く帰ってお花見するためにバーテックスをぶっ飛ばすわよ。お姉ちゃんすごい気合い。しょうがない、アラペコ先輩のためにもちょっと本気出しちゃおっかな。うわー、もうまだ来るっていうの？私の魅力がそんなに引きつけてしまうの？さてはバーテックスも花見弁当を狙ってるわね。でもあいつらうどんにも興味を示さなかったぞ。何にでも例外はあるわ。弁当とおやつ取られてからじゃ遅いのよ。なに？それは困る。すみません、姉はお腹が空きすぎてちょっと我を失っているみたいです。どんなに訓練してもハングリーは強敵だもの。仕方ないわ。フーさん、食いしん坊なところはあるけど普段はそんなことないのにね。どうしたんだろう。今日はビーストモード一歩手前って感じだもんね。何よそのモードは。まあ、いつもと違うのには同意だけど。それがいつもは早起きしてお弁当作るから朝ごはんもしっかり食べるんですけど、今朝は寝坊しちゃって朝ごはんを食べる時間がなくなっちゃったんです。じゃあまさかフー先輩は朝ごはんを食べずに戦っているんですか？そうよユナ。辛い、そんなの辛すぎるよ。なんでフー先輩が犠牲にならないといけないの？仕方ないのユナ、これも部長にして上級生の務めだから。バーテックス絶対に許せない。部長も上級生もバーテックスも関係ないわよ。朝ごはん抜きで戦うのはきついよな。たまにも理解できるぞ。おむすび一個くらい先にもらえばよかったんじゃ。ダメよ、後輩がまだ食べてないのに一人だけつまみ食いなんてできるわけないじゃない。立派な心がけなんだか点でダメなんだか判断に困るわね。フーミン先輩のお腹も警報なんか大きくなってきた気がするね。よしみんな、フー先輩のために一気に全部やっつけちゃおう。さーてお花見よ、待ちに待ったお弁当よ。たくさんありますから遠慮しないでくださいね。私が作ったおむすびもあるよ。フー先輩食べて食べて。それじゃあそのおむすびから。んおいしい。よかった。次はこの唐揚げ。今日の先輩は花より団子だにゃ。うん、この卵焼きちょうどいい味付け。うん、それ多分私が焼いたやつです。へえ、銀ちゃん結構料理上手なんだ。これならいつでもお嫁さんに行けるね。お嫁さんってせっかさん何言ってるんですか。うん、それくらい美味しいと思う。なんか恥ずかしいからやめてくださいよ。ここの桜は綺麗だな、ひなた。散る桜の花びらと若葉ちゃん、うん、いい一枚です。私より桜を見るべきだろう、花見なんだから。いえいえ、これが上里流のお花見ですから気にしないでください。気になるぞ。わし、来てくれたんだ。そのっち、あまり食べてないのが気になって。調子でも悪いの？全然、むしろ逆かな。逆？
すごくすごく嬉しいんだ。ワッシーとミナさん、勇者部のみんなとこんな風にお花見できて。それは私もよ。2年前に桜を見た時はこんなに綺麗だと思わなかったんだけど、不思議。そうね、いつまでもこうして見ていたいくらい綺麗ね。うん。おーい、2人とも、なんかみんなでゲームやるってよ。ありがとう、皆さん。今行くね。